こんにちは、沼です。パワープラプリやっていきます。今回は思考の外野手ですね、戦国高校でやってみたいと思います。寺道、智恵、あつ森、佐伯、郡司、全財ということで、今回は初期いいやつですね、いきましょう。で、まあそろそろ二刀流じゃなくて、まあいろんなキャラをね組み込みながら、まあどこまでいけるかっていうのは見てみたいところあるかなという感じでございます。メンタルナイス。ほんとこの2ターンの時にさ、メンタル来るかどうかって非常に重要ですよね。からの、どこから行きましょうかね。ここ行くと一気にタック圏内に押し込めたりするので、非常に、まあいいなって思っていたりはするんですけど。ともえ。周りが弱すぎるわ。お茶会レベル3になりましたね。お茶会基本いらないんで、まあ、ここで、取っておきましょうっていう感じもありますね。体力的に、ちょっと嫌だな。体力的に、ちょっとそれたい感もありますね。でもまあ、ここは突き進みますか。お願いしまーす。まあ、ほんとしんどい時は刀とか使って普通にそれて、まあ、メンタルとかに行けばいいんですけどね。今なんか、お茶会だったのかな？もらえなかったっすね。おー、いいね。それはありがてえ。ただ、ここは上杉さんが立ちはだかってると。20強。お茶会と罹患しかないからな。ここから行くか。まあ、お茶できたら割と勝てるかもしれませんねっていう。ただ、まあ、ちょっと厳しいでしょうね。全体的に今、ここと戦うの。ただ、ここ抜かないと、勝てねえもんな。ちょっとまあ、いろいろ仕掛けてみましょう。で、このまんまじゃ絶対負けるんで、罹患使います。で、寺道で出陣したら負けるな。まあ、全財で行けば多分勝てるっすけど、びっくりは踏めないっすね。行きましょう。まあ、まずは勝つことが大事ですからね。オッケー。で、まあ、一人、武将仲間にできたのと、メンタル生きてえな。17、19、あとお茶会。ああ、いいっすね。ただ、これ、どこに進むか難しいところで。石田三成行きますか。奇襲と収集忍びですね。で、ここは筋力もらっておきましょう。ああ、いいんじゃないですか。まあ、しゃーねえか。勝てるかな。刀レベル2。行きましょう。まあ、勝てりゃいい。負けなきゃいい。あ、OK ですね。で、まずは、武将2人目。で、ここは、総力のコツっていいですね。調子安定もらいましょう。からの、まあ、手裏剣もらってもいいんだけど、ここを挑みに行ってもいい。空城の刑か。まあ、割と欲しいっすけどね。どうせここ倒さなきゃいけんし。うん、粘り打ち、奇襲。メンタルとか来ないか。いきますか。で、まあ、全財なんで、さっと倒しましょう。で、手裏剣ボロボロもらいました。そろそろ倒せるかな。下でいいですね。そろそろ倒せるかな。刀、忍び、奇襲。ああ、オッケーオッケーオッケー。メンタルはめっちゃ助かるっていうのと、お茶会はいらんか。うん、メンタルは行きたいっすね。で、敵どっか倒せたら、倒したいけど、刀、忍び。まあ、空城の剣とか全部使わないと無理っすね。
オッケー。メンタルの回復はマジで助かります。軍事全財、まあ全財でしょうね。で奇襲して、これと罹患、まあこれでいいでしょう。あとはまあ使いたくないんで。空城の刑がレベル2になりました。多分勝てると思うんだけどな、さすがに。 OK ですね。セクイチャーバーまあそれなりの動きだったんじゃないかなっていうのと、敵いねえ。メンタルいいっすね。そこのメンタルは助かる。弓、そして忍び、忍び行って弓ですね。11か。ああ、巴なら勝てますね。行きましょう。おお、ギリギリ。ただ全部いけました。オッケー。カラーの。そこかい。ああ、メンタル行きてえけどな。まあ、タックでしょうね、さすがに。空城の刑がレベル3。ああ、ありがとう。リンゴ助かる。メンタルじゃなくてもいい。まあ、勝てるとこだったらどこでもいいっすね。で、回復しましょう。オッケー。バッチリですね。ここまでストレートで勝ててるのもすごくいいことですね。からのようやくたどり着いた。18、22か。まあ、普通にやりゃ勝てるって感じ。うん。お茶会使いますか、さすがに。タック拾います。逆境。倒せるかな？軍事か。ここは、巴でなんとかどうにかこうにかしたいですね。奇襲使います。で、逆境と満塁男は抑えて、ミートカーソル上げときましょう。あとはパワーか。で、まあ、しっかりと勝てるように。ただ、あとは、寺道のこともあるので、まあ、攻めすぎない程度で、行きたいですね。まあ、さすがに大丈夫だと思うが、OK。で、ここは意外性もらっておきまーす。OK。で、からの大名。まあ、こっちから攻めればいいのかな。そんなに強くないしね。それかまあ、お水。狙っていくのか。勘助強いな。うん、メンタルで良さそうですね。まあ、武将次第で勝てるでしょう。ナイス、回復。なおい。さて、どうするか。小田さんだと鉄砲は強くなるか。難しいな。寺道じゃな。タックせっかくしてるから取りたいっていうのはあるんですけどね。うん、なお言うか。ここで拾いましょう。で、一応味方の戦力上げれるんで、あ、違う、下げれるのか。まあ、大丈夫でしたね。OK。からの、本田さん取りてえ、早めに。
てかここに埋まってるやつ早く取りてるっていう話。サントニカー、まあ攻めたら勝てるな。勝たないってやりかな。ってなるとまあ上も勝てそうだな。上も勝てそうっすね。上勝てちゃうな。上の方がいいかな。幻の手裏剣とかもあるし。刀と槍か。まあ、絶対勝てんな。槍。槍いって刀っすね。で、空城の剣使えばまあ 100% 勝てるっすね。はい。これでいいでしょ。佐伯か。どうしましょうかね。まあ、どういう方向性で勝ちたいかですね。とりあえず、カチャいいなのか。まあ、全部勝てるから全部勝ちてえな。ここだとね。うん、消費も少ないですし、いいでしょ。あはは、一箇所負けたか。まあ、しゃあないっすね。一箇所ぐらいはもうしょうがないっす。よし、オッケー、いい感じ。うん、結構武将大名をちゃんと倒せてるんで、あとは士気をしっかり上げたいっすね。ここは早めに取りたい、強いから。あとお水を早めに取れるようにはしておきたいっすね、強いな。これ、びっくり取れないっすけど、行きましょう。アタックは強いんで、普通に取った方が、経験点出るんで。これさ、どこに埋まってんのあれ。あの、例の戦利品がどっかに埋まってるんですけど、こっちか、埋まってんの。先行きてえな。先取りたいっすよね。いくら武将を取り切れるっつってもな。軍師。まあ、勝てるんで、先行っちゃうか。はい。うん、チャンスメーカー。で、まずは、ゲットしちゃいましょう。29か。まあ、2箇所、しょうがないですね。で、結構いろいろとゲットできました。で、ここ行って、サクッと、取得していきましょうか。タック悪くないんですけど、人数が、ちょっと嫌な感じですね。こっちでいっかな。かーまあ、精神とか、うんぬんとか。いや、でもびっくり取りたいですからね、結局。はい。内野安打、やり。で、金徳イベント進めましょう。ちょっと前部が走ってないかもな。ここでいいっすね。前部がちょっと走ってなさそう感がありますね。で、結構精神はうまーくさばけていると思うので、まあ順調に前に進んでいるかなというところと、認証結構今回必要だな。そこは気をつけたいですね。奇襲。うん、ここはまあ、全部いけましたね。よし、オッケー。3836。まあまあ、ただ、メダルもう溜め切ってるんで、溜め込んでるんで、まあ結構、いい線行くと思うんだが。だが、しかしですね。メンタル来ないか。ちょっと体力回復の、体力回復マスがあったら先にちょっと優先したいですね。忍びと槍か。槍からかな。18勝てるな。廉価。30% か。大丈夫かな、これ。うん、これはマジもったいないからね。ナイス。オッケー。
うん、刀。で、まずはここ勝ちましょう。OK。結構戦利品も溜まっている状態にできてるんじゃないかなと思うんですが。で、ここか。ここでメンタル。おー。まあ、あんまり使いたくないけど、しょうがないね、これは。体力ちょっと戻せました。もう一回メンタルがいいな。タック、こねー。ああ、ここは走塁練習ですね。明らか。強いわ。経験点がしっかりと入ってくるところなので。あとはまあ、守備力振りたいっすね、そろそろ。うん、OK で。いますか。まあ、勝てるでしょう。ナイス。これはマジでナイスタック。こういうのをね、ガンガン踏んでいきたいっすよね。あとはとにかくメンタルいきたい。OK。戦利品はいい感じ、マジで。うん、イベント完走ですね。やっちゃった。かなりでくれってって感じっすね。OK。集まり終わり。で、はぁ、あ、はぁはぁ。そうか、お水遠いな。メンタルは3人しかいないと。ここをタックで勝負するしかないのか。いやすか。はい、オッケー。メンタル頼む。かわいい、刀か。寺道、1回目ですね。メンタルマジこいて、そろそろ。そろそろメンタルこいて。ちょっとここ嫌ですね。5人消費するし、でもしょうがないな。うん、全体的にアップか。時間使おうかな。奇襲かな、それとも。まあ一応勝てるには勝てるんで、このまんまでもいいんですけど。まあ10だし、いっか。行きましょう。うわあ、1負けとる。もったいねー。1だったら勝ちたかったっすね。腹の。なるほど、持ってないと。持ってないのかい。ここ開けて、超速壁っすね。刀と弓。弓が槍に対して有効。一緒か。まあ、何やっても一緒っすわ。うん。で、ここでいいでしょう。まあ、タックで取れますけど。体力全然ないんで。で、巴なら全体に効果ある武将戦術なんで、ちょうどいいですね。さ、行きましょう。一箇所負けたかな。まあまあ、いいでしょう。んで、超速壁ようやくだな。強い敵がすでに。なるほど。ここ以外ないか。まあ、メダル、そろそろ、戦利品を育てないと。まあ、まずいんで、そろそろ。メンタルいいっすね。3。まあ、ここはここでよくて、で、負けたくないので。こここそ、罹患を使いましょう。奇襲、使っとく。で、まあ、問題ないでしょう。こんだけやっときゃ。うん。技術の方ですね。で、肩とか上げましょう。ポイントまあまあありますね。ちょっとタックで取れてないんで、なんとも言えないところもまああるにはあるんですが。あ、敏捷ちょっと少ないかな。奇襲。行きましょう。まあ、勝てることには勝てると思うけど。
うん。うまーく全部勝てましたね。ナイス。からの、まずこれ行きたい。結構使っちまうな。結構使っちまうなって感じですね。空城の桂。ああ、いいんじゃないですか。これは当たりですね。当たりタック引いてます。臨床以外はまあ集まってきた感じ。はい。うん、奇襲いいっすね。さあ、行きましょう。手裏剣の舞。一マス負けましたが、あとは勝てました。で、ぜんざいも完走できそうですね。なるほど。強いな、君。君強いな。ちょっとまあ、悩ましいところですね。ここ強いけど。とってもいいですけどね。もったいないかな。行くとこないな。そうすると。そうすると結構行くところが、マジで限られてきますな。42、47。これ埋めて鉄砲埋める?これ埋めて鉄砲埋めるとでもあれなのか。ちょっと違うって感じですね。まあ、ここ行くか。勘助行きますか。いやー、わからんな。これ行った方がいいんかな。ガンドでも進まねえよな。進まねえ。うん、安倍比。で。うん、ここでいいですね。直江。で、奇襲使います。で、完全に封じたはず。相性とかは、まあ、あそこ負けてももうしょうがないか。相性じゃ。っていう感じですね。で、技術めちゃ入ってくるんで、ここはある程度振りましょう。さあ、行きましょう。うん。負けるとこは負けるし、勝つとこは勝つって感じですね。さ、行きましょう。オッケー。どれくらいだろうな、今。うん。まあまあ出てますね。8733。ただ今結構でかい戦利品使っちゃったので、まあそれが、どう響くかなっていう感じです。ここ強いけど戦えねえ。敵強くて。適材適所の書とか、まあ、結構体力回復系使っちゃってるんですよね。ここ行きたい感あるな。うん、敵が強くてそろそろ勝てなくなってくる。パワーヒーナイス。体力回復ナイス。あ、いいっすね。これは全然ありがたいか。ほぼ使わないっすもんね、もろもろ。で、ここで、なんかもらって次に繋げたい。こんな感じでいいかな。守備力は一応、寺道ゾナエで100で止めておきます。行きましょう。さすがに勝てるでしょう。ナイス。同じ外野手として。で、
勝てそうなところ。筋力だったらまあここちょっと欲しいですけどね。カンスケは勝てないっしょ、そもそも。あ、でも空城の剣あんのか。勝てんな。勝てますね。槍が先で、鉄砲で空城の剣。俺なら勝てるね。64。圧倒的武力。大名を倒した方がいいような気もするけど、先に。先に大名じゃないかな。先に大名臭いが。でも東洋不可だからな。まあ、いっか。ああ。体力的に、うわあ、4をタックしないっていうのもまたあれだな。廉価使ってこっち行きましょうか。したら結構育つ感あるけどね。体力回復ないよね。ないっすね。こっち行くんか、こっち行くんか。技術いるかな？いる気がしないんだよな、技術。技術もうすでにとんがってますからね。こっちか。うん、廉価使いましょう。で、A 踏みまーす。はい。降格打法。さ、行きましょう。まあ、さすがに勝てるでしょう。負ける要素ないんで。うん。3箇所負けましたが、シャアなしですね。うん。一回休むしかないよな、さすがに。あとまあちょっと筋力欲しいんで、こことかを攻めたいっすね。取り切るしかない。で、寺道走りましたね。オッケー。ここまで来てやられたら、マジでショックがでかすぎる。ここは、ここのタックがいっかな。まあ、こっちでもいいっすけどね。育てたいしな。技術あるんだよな。技術あり余ってるんですよね。ってことまで考えると。まあ、ここでいいんじゃないのかな。体力ないんですよね、マジで。28%。レンカーとかないっすもんね。相手20。まあ、大丈夫か。伊達さんですしね。大丈夫でしょ。行きましょう。OK、25まで下がった。ギリギリ、ナイス。これで筋力ちょっと入る。あとは、まあ、臨床入れたいですね、ちょっと。臨床多分まだ、EF ですからね。臨床といえばこの辺みたいなとこはある。こことかでもいいですけどね。まあ、勝てるところで、敏将系があるところは、ちょっと攻めつつって感じですかね。強い。これは取るけど、どうしよう。島津勝てるかな？鉄砲と排水の陣。無理臭いな。火縄銃、火縄銃。敏将の巻物。ただ、敏将は、一個もないっていうね。うん。カンスケいけるんだったら倒したいけどな。ただまあ強いんだよな。こっち行くか。まあ、確実に、急立てできるところに行きたいっすね。ああ、まあまあまあ。679。筋力レベル5になってますね。ちょっとこれは早めに処理をしたい。感じではありますねと。で、まあ、そこそこ取れているようには思いますが、とにもかくにも敏将は足らない。うん、この状態ですからね。とにかく敏将欲しいね。
本田さん、お願いします。爆笑、OK。民衆と筋力だな。OK。満塁とこ終わり。印象と筋力。まあ、こことかがいいっすよね。うん、素晴らしい。素晴らしいけど別にこっちでよくねえか。このタック拾う意味ってあるっていう感じ。お茶会か。もう一個、消臭系があれば、多分もう一回詰めるんだよな。消臭の弓。あ、でも、7月一緒だから一緒か。まあ一緒っすね。ここでいいや。強。この950の筋力拾おう。950の筋力とか意味不明ですね。なんかちょろって使いたいな。発球打ちかな、今。違う。ちょろっと使いたいっすね、ちょろっと。ほんとちょろっとでいいんだけど。21。うん、まあ、いいでしょ、これで。はい。行きましょう。まあ、950なんで、これは筋力入ってきますが、さばけないってやつですね。OK。うわぁ、一箇所負けてるし、しかも、敏将のとこ負けだし、それでけえわ。敏将のとことか一番今負けたくないとこ負けましたね。これで、敏将と技術かな。技術意外となくなってますね。印象150点のとこ行くのか。まあ、ここはもう行っても意味ないというか。まあ、勝てたら、勘助行った方がいいんか。印象150点入るっすからね。そして技術。勝てんのかな？おー。いやー強い。え、敏将いらんくない？っていう結論にこれでいきますね。とんでもなく強い。なんとか全勝できて、今必要なポイントが集まる上に全部勝てるみたいな。今技術を明らかに欲しているので、まあ、そこが取れるところがいいですね。150技術とバランスよく入る感じなのか、もうこっちのね、完全に触れちゃってる方に行くのか。っていう感じですね。まあ、これはタックは絶対ここで間違いないんで。お茶会とか使いますか？お茶会。排水の陣使ったらいけそうだけどな。とりあえず、勘助で踏んでみましょうか。っていう感じかな。排水の陣使ったらなんかいけない？これ、敏将大丈夫かな？163ですね、筋力が。ちょっと残しといて正解でしたね。怪我しにくさとかが、なんとも。切磋琢磨。上り上司取りますか。冷静。まあ、こんなもんか。はい、強い。強すぎた。奇襲。オッケー、奇襲がそこまで入っていれば、まあ、多分大丈夫だと思われる。真ん中ら辺と、まあ、できたらあそこの右側強化でき。まあ、2箇所しか強化できんな。ちょっと1箇所負けそうですね。勘助勝てますけど。ちょっと嫌だな。今相性がいいから、まんまいって勝てるかな。武将誰だろう。はあはあはあ、伊達さんね。一番いいな。
ここはまあ踏んでいいでしょう。民将もある程度足りてるので、あとはまあどうやって勝つかっていう三段を、多分後ろは伊達さんなら全部勝てるんだよな。31、相性もいい。なのでまあ問題はこの真ん中のところですかね。やはりはこのままでは多分負けますね。お、ここで上げる、ここで上げたの27のところが勝てるかどうかっていう瀬戸際ですよね。まあいいかな、一箇所ぐらい。あ、勝てるかこれ。利冠をちゃんと使って、で、奇襲使って、これで多分勝てるとは思う。臨床も入ってくるっすね、ちゃんと。はい、多分勝てる。経験点そこそこ出てると思います。まあ技術がね、ちょっと今足りない感じになってるんで、そこがあとはどうなるかっていう。よーし、全部勝てた。計画通り全部勝てた上に体力マックスですね。今んとこ順調かな。結構盆栽でこんだけいってりゃ十分感はあるのと、うん、やっぱり精神が若干怪しいか。あ、いい感じですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。いい感じですね。あとは技術回収がうまくできれば。マジでバンバンザイ。バンバンザイ。ザイ。あー、なるほど。どうしましょう。まあ、タックで取った方がいいのも間違いないので。この辺取れるし取るか。一応これ軍事とダブルタックなんですね。ここ取るか。うん、オッケー、バントコツ。カラーの。よく光るね。ほい、おーい。技術おらんけど強いわ。技術おらんけど、技術が入ってくるわ。4番とか取った方がいいかな。ローボール。割と筋力は足りてる感ありますね。祝福。2だ。はい。で、拾いますか。さすがに拾っていいと思うので。うん、いいですね。あと技術、技術。とにかく技術。バランス的には技術以外はいい感じになってるんで。で、キャッチャーも出しておきますか。コツもらえたら嬉しいですしね。あー、そうだな。拡張で、ここ1振りましょう。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。うん、体力的にも3回練習できるんで、罹患倒し、罹患じゃねえや。あれが出てこない。あれが出てこない。あ、そうっすね。廉価と合わせ、多分大丈夫なんで。あー、そうか。だったらメンタルでいいかな。まあ、ここちょっと今技術、噛み合ってるんで踏んだ方がいいかもしれませんけど。うん、5だしね、技術。どうしよっかな。か、まあ、いや、ここだな。うん、しっかり取れるときに取りましょう。で、バランスはだいぶ良くなってきたと思われます。まあ、徐々にね、整ってきてるんで。そうだな。速攻とか取るか。まあ、取る前に先こっち取るか。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。からの、レンガ使います。多分ゼロだと思いますけど、ね、どこ行っても。182技術かな。はい。
これで経験点はまあうまく回収できたと思いますし、まあいい感じなんじゃないの。臨床多すぎるぐらいの感じでしょ多分。あ、すげえ残ってますもんねポイント本当に。筋力をさばきたいんだよな。この辺どうせ取るでしょう。まあ、ちょっとバランス見ながらやった方がいいんだろうけど、おそらく。速攻とかも取ると思うんだけどな。4番取りましょうか。この辺のコツもらったやつもまあいいかなっていうのと、あとはまあ多分ポイント漏れないと思うんで、タイエー初級はちょっとやめとこっか。初級はまあ振るかもしんねえからな。てか振るか。これでいいか。はい、行きましょう。はい、勝てました。オッケー。まあ、経験点もそこそこ出たかなっていうのと、思考の返しもね、しっかり成功してるんで。まあ、多分そこそこ。どうしよう。技術かな。わからんな。技術かな。技術かな。筋力余ってるんでね、結構多分集客力の方に振ると思うんですよね、そこそこ。うん、オッケー。佐伯からももらえるわ、強。筋力漏れないかな、これ大丈夫かな。あ、大丈夫でしたね。オッケー、2万点。からの、さあ、どんなもんでしょう。割とバランスも。まあ、筋力はちょっと多すぎなのはそうなんですが。筋力は多すぎますね。うん、オッケー。まあ、なんとなく、わかりましたって感じ。わかりました。どうだろうな。まあ、92は振っていいと思うんだけどな。92は振ってよくて、あとは、こっちある程度振りながら、多分海岸必要っすね。筋力か。筋力と敏捷？一走とか、うんぬんとか取りますか。アウトコース。うん、まあ、バランス取れてきたか。守備移動とかも取ればいいですもんね。とにかく筋力が、筋力がさばけない。一走いらんか。こんな感じだな。66まで減りましたね。ちょうど初級とか取れるな。ちょうどいい。めっちゃちょうどいい。めっちゃちょうどいい。ちょっと技術があると、パワーに触れたりとかしますが。まあでもこんなもんですかね。流し打ち28だから、ここから2個って取れないもんね。どうあがいても多分。なあ。足らん。足らん。まあ、初撃。そうだな。どうなんだろうな。これでいっかな。なんか良さそうっすよね。普通に。何の問題も抱えてなさそう。これで終わっていいんじゃないかっていう。うん。終わりましょうか。まあ、そこそこいってるんじゃないかなって感じはしますけどね。5、10、15、16段の66なんで、まあ、盆栽の割にはだいぶ頑張ってる気はする。おー、まあ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 。なるほどね。はい。ということで、思考の外野手シリーズでした。まあ、2万点は出たんで、やっぱもうちょっと経験点が欲しかったかなって感じですかね。まあ、その辺を少しまた調整して頑張ってやっていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。